宮城県石巻市物尾町、北上川と旧北上川に囲まれ、町の 40% 以上が水田を占める農業が盛んなこの地に、4年に一度実りの秋に開かれるお祭りがある。通りは人でにぎわい、子供から大人まで、見るものも踊るものも町全体が一つになる。そんなお祭りがこの日盛大に開催された。寺崎八幡神社大祭典、寺崎地域住民266戸およそ1100名が総参加し、五穀豊穣に感謝し、無病息災、そして震災の早期復興を祈願するお祭りだ。このお祭りは4年に1回ですけど、どうですか？あ、すごい楽しみです。これどうですか？楽しみです。こういうもの、今辛いもんだものね、やっぱりいいね。今年バッタビューメンネイのは東証でだから、ね、八幡様が乗った神輿が町を練り歩き、そして町民は喜びを体全体で表現するこのお祭りは、ふるさと宮城文化百選、祭り百選に選ばれている。ではなぜ4年に一度しか行われないのか。ちょうどオリンピックがある年、ウルー年と重なって行っております。で、伝承的にはいつ頃が始まったか、あるいはなぜおみこさんが4年に1回なのかというふうなことは伝わってはいないんですけれども、考えるところでは4年に1回ウルー年というのは節目の年というふうに個人は考えて、数え年の5年、今でいう4年に1回を一つの一回り節目の年として、おみこさんを神様、八幡様を町にお迎えするというふうな形で行われているのが今のお祭りだと思います。寺崎法印神楽は宮城県の指定無形民俗文化財に登録されている。地域にとって重要な文化遺産であり、心のふるさと。今後も地域と共に受け継がれていく大事な文化の一つ。このお祭りで何より最も地域の人々を熱くさせるのが羽子踊り。こちらも宮城県の指定無形民俗文化財に登録されている。羽子とは跳ねる人という意味で、とても賑やかな豊年踊りのこと。宮城県を代表する踊りの一つで、ここ寺崎地区が発祥の地だ。地元なので父から受け継いで、私もお父さんから教えてもらってずっと踊ってます。小学校の時からずっと お祭りに参加しているので、20数年には登ると思います。都会に出た人でもお祭りがあれば、これが機会に戻ってきたいなっていう、見てみたいな、参加してみたいなっていうお祭りだと思います。今回は震災復興もテーマに掲げられ、被災し現在は居住禁止区域に指定されている東松島市大曲浜地区の獅子舞も祭りに参加、大いに盛り上がりました。今回は4年に一度の例大祭だ、大きなお祭りだということで、で、まあ、今回じゃあうちの獅子舞も行って応援しますよということで、感謝の意を込めて来ました。町を挙げてやってるお祭りっていうのが非常にこうまとまって素晴らしい町だなと思いますね。で、大和の町も素晴らしいんですが、また一途変わったこの羽子踊りっていうのは本当に心弾むって言いますか、うちの獅子舞とよく似てるなと思いますね。
地域の人々による地域の人々のための祭り。今日まで親から子へ、子から孫へ伝統が受け継がれ、そしてこれからも。